こいつはすげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。よーみんな、こんにちは。こんにちは。すげえ、お前たち最高だぜ。あ、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶知らない人をこっちの前で見つけたぞ。ガイドさん、はい、前から4列目の内側の通路から2番目に座ってる大人の男性なんだ。そうそう、や、こんにちは。ありがとう。名前はなんて言うんだい？石本です。石本かな、合ってるかい？合ってます。あ、よかった、渋い名前じゃないか。よし、じゃあ石本、ウミガメの挨拶しっかり覚えてくれよ。俺が最高だぜって言ったら、石本は両方のヒレを元気に上げてうおーって言うんだ。石本、戸惑ってる場合じゃないぞ。それじゃあ行くぜ、石本、最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。とってもよかった、石本その調子で頼んだぜ。よし、じゃあ今度はそうだな、お、ガイドさん、同じ前の一番前の内側の通路寄りのその子、話をしてみようか。や、こんにちは。こんにちは。ありがとう。名前は何て言うんだい？カンナ。カンナかな、合ってるかい？うん、可愛らしい名前だ。カンナは今日はどこから来たんだ？和歌山。お、これもう一回言ってくれる？和歌山。和歌山、すげえ。知らないけど。そうか、じゃあその和歌山っていうとこから誰に連れてきてもらったんだい？隣のその人だな。その動きで分かったよ。じゃあその人話をしようじゃないか。こんにちは。こんにちは。まずカンナとの関係を教えてもらってもいいかい？母親です。ママだね、よろしく。ママの名前は何ていうの？マミーです。マミー、そんな名前だ。じゃあマミーに聞きたいんだけど、お嬢ちゃんのカンナからたくさんいろんな質問されたっていう経験ってあるかい？あります。そうか、いや俺の息子のスクワートも質問ばっかりなんだ。いやマミー、俺たち親同士バッチリ通じ合ったようだ。話できて嬉しかった、ありがとう。カンナも教えてくれてありがとう。みんな二人に拍手しちゃってくれ。さっきもスクワートにこう聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕たちと違うの？でも俺は何にも答えてやれなかった。だから今日はみんなに人間のことを教えてもらいたいんだ。協力してくれるならはーいって言ってくれ。せーの、お前たち最高だぜ。石本頑張ってるぞ。よし、それじゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるのって聞かれたんだ。じゃあこの中で食べ物を食べる人をヒレを上げてくれ。さあ食べる人はヒレ上げて。あ、人間食べない人結構いるんだな。どうやって動くんだろうか。ガイドさん、じゃあ真ん中の前から2列目、こっちの通路側の女性に聞いてみようか。頭になんか2枚貝みたいなものが乗っかってる人だ。あ、こんにちは。名前はなんていうの？アキエです。アキエ、アキエの大好物ってなんだい？お、海の中じゃ全然聞いたことない食べ物だな。それはなんだ、どういう食べ物？ご飯の上にお刺身が乗ってるやつ。あ、全然知らない言葉ばっかりだな。説明聞いてもよくわかんないな。俺たちが食べるのはこの下に生えてるこういう緑色の海藻ばっかりさ。こういう海藻をわかめ、のり、昆布、わかめ、のり、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるのが大事なんだ。それで俺はとっても大きくなったんだ。お、アキエ、俺の体重何キロあると思う？300。お、300キロか。あ、アキエ目利きが利くじゃないか。その通り、俺の体重は300キロあるんだ。すごい、よく当てられたな。だからアキエもいろんなものを三角に食べて300キロ目指してくれよ。みんな彼女に拍手しちゃってくれ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるっていう人をヒレを上げてくれ。さあ何でもいいぜ。お、ガイドさん、じゃあこっちの前のな3列目内側の通路寄りでな、真っ先に勢いよくヒレ上げてくれた。話をしようか。や、こんにちは。こんにちは。お、名前は何て言うんだい？香賀谷相馬です。
加賀谷相馬、合ってるかい？そうです。うん、よかった。加賀谷相馬、聞きたいことは何だ？お母さんとお父さんの名前は何ですか？おお、俺のお母さんはマリーナっていう名前なんだ。で、俺のお父さんは同じなんだ、クラッシュっていうんだ。親父の親父もクラッシュでな。親父の親父の親父もクラッシュ、親父の親父の親父の親父もクラッシュだから俺はクラッシュっていう名前だったんだ。まあ息子にスクワートってつけたけどな。いい質問だな。みんな加賀谷相馬に拍手しちゃってくれ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問あるか。さあ後ろの大人も遠慮すんな、何でもいいぜ。よし、じゃあどうしようかな。見つからない。じゃあガイドさん、そしたら上がってるとこ、おお、じゃあこっちの前行こうかな。3列目のな、端からさ、一番端っこで、そのなんか隣の女性に無理やりヒゲやられちゃってる、その人話したいな。こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？拓也です。拓也、聞きたいことなんかあるかい？よく仕事で失敗して落ち込むこと多いんですけど、はい、落ち込んだ時って何やったら元気になりますか？おお、そうだな。落ち込んだ時、まあ生きてればそういうことあるかもしれないけど、でもその時にやっぱり家族に支えられるかな。俺にはシェリーっていうパートナーがいて、シェリーとの間には65匹の子供たちがいるんだ。家族と一緒にいるとやっぱ落ち込んでてもなんかすぐ笑顔になれる、そういうことあるかな。たぶんその隣の女性はひょっとして君のパートナーかなんかが？あ、はい、妻です。そうかそうか、じゃあ支えてもらえばいいと思うよ。ちょっと彼女とも話をしようか。名前はなんて言うんだい？あ、りょうこです。りょうこ、とってもいいことだな。なんかたくやがたまに落ち込んじゃうみたいだから、りょうこ支えてやってくれよ。あ、そこでりょうこ、俺はな、毎日パートナーのシェリーにちゃんと愛してるって伝えてんだけど、たくやはさ、りょうこにそういうことちゃんと言ってくれてるかい？あ、言ってくれてます。あ、そうか、聞いてみたいな。よし、じゃあタクヤ言ってみようか。合図出すから行くぞ。3、2、1、愛してるよ。みんな拍手だ。素敵なカップルだ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ他に質問。お、どうしたクラゲだ？ああ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ、カメクラまんじゅうから。おお、あれ楽しいじゃないか。よし、じゃあみんなでカメクラまんじゅうって言ってみよう。せーの、カメクラまんじゅう。やめてくれ、そのカメクラまんじゅう。カメクラまんじゅう、おっさおってまくな。カメクラまんじゅう、さあみんな俳優で遊んできていいぞ。もうクラッシュのせいだよ。おお、俺がなんかしたか。カメクラまんじゅうだよ。カメクラまんじゅう、カメクラまんじゅう。お前たち最高だぜ。よーし、他に質問あるか。さあ何でもいいぜ、ひれ上げてくれ。よし、じゃあどうしようか。なー、もう上がってるとこないかな。あー、そうか、じゃあ、お、上げてくれたガイドさん、こっちの後ろ一番前、内側の通路から2番目のその女性と話そうか。いや、こんにちは。こんにちは。名前は何ていうの？アミです。アミ、聞きたいことは何だい？クラッシュにとっての幸せって何ですか？そうだな、まあ、さっき言った家族のことはほぼ幸せなんだけど、幸せっていうのはいろんなことがあると思うんだ。それな、幸せってなるとかならないとか言ったりするやつがいるけど、そうじゃないと俺思うんだ。幸せっていうのは思うか思わないか、感じるか感じないかだと思うから、アミもいろんな幸せがあると思うから、それに気づけるといいと思うよな。アミにもそういう、なんだ、幸せだって思うことはなんかちょっとでもあったりするかい？いっぱいあります。例えばどんなこと？いっぱいの俺には全然出てこない。でもいいと思うんだ、そのいっぱいあるって思ってることだけでもとっても幸せなことだから、いろんな幸せに気づいてほしいと思うよ。みなみに応援の拍手してやってくれ。お前たち最高だぜ。お、ハイドロフォン壊れたか。ハロー、よし、じゃあみんなでうーってやってみよう。せーの、うーん、
レイリー、君の得意のエコロケーションを人間のみんなに見せてやったらどうだい？見てて。うう、何か見えてきた。うわ、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。おお、じゃあな。耳が4つ。あ、そうか、そういうことか。おい、ベリー、あれは耳じゃない、二枚貝だ。いや、でもエコロケーションってのは面白いもんだ。誰か人間もできたりすんのかな。あ、そうだ、あの人にやってみてもらおう。石本、石本、エコロケーションやってみようぜ。じゃあそうだな、俺が何本のヒレを上げてるか当ててみてもらおうかな。じゃあ石本、まず両方のヒレを頭の横に持ってくるんだ。で、目を閉じる。答えるまで開けちゃダメだぞ。そのままうーだ、せーの、もっと大きく、よし、みんなも手伝ってくれ、せーの、みんなありがとう。石本、まだ開けるなよ。じゃあ石本、俺が上げてるヒレは何本だ？2本。正解だ、みんな石本に拍手だ。お前たち最高だぜ。今日はみんなと会えて本当に嬉しかった。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また話そうな。たくや、よっと、末永く幸せにな。出会って、バイバーイ。皆さん出会ってよーくな拍手を。出会ってに会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。出口は後ろです。お忘れ物